まあ、結局、まあ、お金を、ね、増やすやり方としては、まあ、銀行に預ける、まあ、給料をもらったら預金にして銀行は会社企業とかに貸し付けして利息をもらって、その利息の中から利息をつけて返す、まあ、これ間接金融って言います。で、利息は少ないしペイオフのリスクですね、今もうだんだん厳しくなってきました。で、さらにお金たまらないしインフレのリスクですね、これ皆さん来年くらいから相当インフレ起きますよ、うん、これはねスタグフレーションって言います。で、お金の分量これだけ分まいちゃってるわけですよね、世界中で。そうするとお金の価値って急激になくなりますので、そうすると交換対価っていう物事の考えでいくと、今金価格がずっと上がってますよね、あれって物価と連動してるんですよ。だから大きい目で見るとその金価格の上昇率はインフレ率なんですよ。だけど日本だけはデフレになってるっていうことで、そのデフレになってることによってなんとなく皆さん感じてないんだけど、世界と比べてるじゃない。で、例えば30年前に僕が中国に行った時に、中国の大学教授が月収7000円でしたよ。で、今は12万円から20万円でしょ。そうするともう十数倍の要するに所得が上がってるわけですよね。で、30年前に僕は前職の会社でリクルートの仕事してましたから、新卒来ますよね、給料を説明します、今のうちの給料と同じです。だから30年前から新卒の初任給変わらないですよ。で、なってきて、さらに国の政策によってその非正規雇用の人たちがどんどん増えちゃったから、平均所得はもう、ね、420万ぐらいしかないわけですよね。そうするとどん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 所得下がっちゃってるわけだけど、これから先は今度デフレがインフレになった時にかなりちょっと厳しい時代になるんじゃないかなって僕は予測してるわけ。まあ、それについてはいつもYouTube ですね、で CF ネットチャンネルってやってますから、まあ、ぜひそちらね、見ていただくといろんなことをですね解説させていただいてます。で、インフレタックスって言葉があります。で、このインフレタックスってどういうことかっていうと、今じゃあ年金あんたはね15万円もらえますよっていう話なんですね。だけど政府は15万円払えないんですよ、もう、ね、でどうするかっていうと、インフレを起こす、例えば20年後に要するに物価が倍になったとすれば、ね、いやそんな倍にならないでしょって思うかもしれないけど、先ほどの、ね、複利計算見てくださいよ、ね、本当に20年もすれば物価倍になっても不思議じゃないわけだし、なった時にもらえるお金は今の通貨の15万円の価値じゃなくて、将来は7万5千円の価値になっちゃうってことだよね。ってなると生活できるんですかってこと。だからそれは結構、僕は厳しいんじゃないかなと思うんですね。だからある意味ではですね、銀行にお金預けてもしょうがないなということですね。で、次に、まあ、先ほど申し上げましたけども、株式に対して投資する、でそれで、まあ、直接投資ですね、企業の株を買う、で配当金とか売却益で利益を上げる、でも時間が取られるし配当少ないし、企業倒産リスク今もうありとあらゆるところにもう潜んでるのがこの企業倒産リスクですから、だからある意味ではこれもちょっとどうかなと。で、特に投資信託絶対やっちゃうんですよ、うん、まともなことないから。だからですね、株価の下落のリスクがありますので、まあ僕はあんまり株はおすすめじゃないなと。じゃあ何進めるんですかっていうと、まあ必ずね言われるんですよ、あんた不動産の仕事してるから不動産進めんでしょって言うんだけど、僕実際やっててね、本当に良かったと思ってるから、ある意味ではですね、不動産投資が一番いいんじゃないかな。さっきの見れば分かるでしょ、一番最初に僕投資したやつ見れば、銀行に預けた時と比べて、どれくらい資産の拡大ができたかってことですね。で、まあ、不動産投資ですね、するとどういうことが起きるかっていうと、いきなり大きいもの買えないので、まあ、投資物件に対して銀行から低金利の融資を受けて、低資金で、不動産投資を始めて長い年月をかけて返済をする、それで資産と負債のバランスで資産を増やす、ね、っていう仕組みが作れるんですよってことなんですね。で、まあ、レバレッジ効果ですね、1000万円の投資でその賃料ね、60万で考えると、これは購入価格を下げるか、ね、家賃を上げない限りはと投資の利回り上がらないですよね、これ誰が分かることです。ただしその中でね、例えばこれ今日ちょっと時間なくなっちゃうんでキャッシュフローツリーって言うんですけど、要するに年間家賃からいわゆる未回収ゾーンとか空室率ですね、引いたものが実効総収入
で実行損収入から運用益を引いて、ここで初めてネットオペレートインカムって言って、NOI ですね、営業純利益が出ます。でこの営業純利益を基準にして、借入金を800万円で金利 2.2%、 25年返済すると年間の返済額が 41.6 万円なんですよ。でそうすると実際にはですね、キャッシュローンが18万4千円年間出てきます。でこれをですね、レバレッジ効果で検討する際には、ここで1000万円の物件を買うのに対して200万円の現金を入れましたよね。800万円は銀行から借りたお金ですから、自分の懐から出てません。入れた200万円が出てきたお金が18万4000円ですので、これを CCR キャッシュオンキャッシュリターンって言うんですよ。でこれによって 6% が 9.2% で増えてますよね。でそういうことによって、要するに自分のその投資する技術によって、またはその自分の属性によって、いわゆるレバレッジをかけて有利な展開をしながら資産を増やす、これが不動産投資の一番いいところです。で、まあ、CCR は先ほど 18.4 から、18万4000円を200万で割ったものが 9.2% ということになります。で次にですね、不動産投資の指標についてはですね、まあ、不動産投資成功の方程式という本がありますので、まあ、よかったらこちらの方で、ね、ご興味ある方はご覧になってください。最近造反しないでね、デジタル書店で500円で売ってますからなんかね、著者ってなんか、だんだん都合悪いですね、儲かりません。だから本書きたくなくなるくらいの勢いなんだけど、まあ、一応売ってますので、よかったらねご覧になっていただきたいなと思います。 Kindle ですね。で、あとね、まあ、先ほどもお話ありましたけども、プラチナ会員っていうところに入ると、まあ、いろんな我々のうちの会社のですね、サポート体制ができているわけです。で、まあ、個別相談やったり、ですね、まあ、勧誘系のイベントとかやったりですね、特に一番有効なの、有益なのは、まあ、この不動産のですね、下見速報っていうのが見られるんですね。でこれを見ることによって、相場感がいろいろ分かるということと、まあ、こういう投資指標ですね、細かいところいっぱいあるんですけど、これが分かるようになれば、それほどリスクの高い、投資じゃないということが分かっていただけるんじゃないかな。じゃあなんで世の中の人たちは不動産投資で失敗するんでしょうっていうことなんですけど、それはパートナーシップがダメだからなんですよ。要するに例えばそれじゃなんだけど、今、まあ、撮ってるけど変かな、あるよね、その新聞とかにね、自己資金ゼロで大家さんになれるみたいなね、これさ、大家さんになるのはできますよ。だけどその物件がローンの返済の年数ずっと稼ぎ続けるかって言ったら、できない物件買っちゃったら、これはね、夜眠れなくなりますよ。だからある意味ではですね、ちゃんとした、ね、不動産を買って人に貸す商売だから、当然だけども、ね、保有期間ずっとその家賃を上げ続ける物件じゃなきゃダメだってこと。で特にこのコロナの関係でひどいことになってるじゃないですか。だから ね、ある意味ではですね、不動産全部が価値があるってことじゃないので、やっぱりその収益の稼げるようなものを買っていかなきゃいけない。でそれについて、まあ、練習としてね、うちの、まあ、こういう会員のやつがあって、パスワード入れるとこういう一覧表が毎日更新されて出てるんですよ。でこれを見てね、今は Google マップっていうところに落とし込むと、駅から何分とか分かるし、ストリートビューでだいたいこういった物件だってことは分かるってことね。だからある意味ではですね、まあ、こういうのを見ながらですね、相場感を間違えなければ、そんなに不動産投資っていうのは失敗することないっていうか、うちの会員さんが今1800人いるんだけど、一件も失敗してませんから。だから逆に言うと、そんなに高い利回りっていうのは高いリスクだから、逆に言うと僕たちはどっちミドル、ね、ミドルリスクミドルリターンか、もしくはローリスクローリターンの物件をご紹介してるんで、まあ、そんなに失敗するようなことはないんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、あとは、まあ、世の中にはね、階層レベル、これ言うとね、うちの社員がね、なんか面倒くさいこと言うやつがいてね、さあこれしょうがないことなんですよ。だこれね、子どもの頃に理解した方がいいっていうのは、学校の社会ではそのみんな平等みたいなことを教えるじゃん、ね、だから平等が普通に思っちゃってるわけじゃん。で平等ってないんですよ、基本的に。で世の中の平等は何かっていうと、要するに、ちゃんとした、ね、仕事をした人が稼げるっていうのが一番平等なわけじゃん。ところが
日本の教育っていうのは、ね、1位に争う必要なくて、で別に順位関係なくて、で給料もみんな一定で、もしくは学歴が高ければそれなりに給料はもらえてみたいな、くだらない平等があったんだけど、今そういうことにならないですよね。でそう考えた時にですね、まあ、富裕層レベルっていうね、これはまあ、大体会社の経営者とか資産家とか投資家とか、まあ、そういう人たちが、ね、A ランク大体 5% ぐらいの人がいるわけだよね。で B ランクの人は所得安定層で、まあ、会社の役員だとか不動産のオーナーだとか、所得レベルの高い人たちが B ランクで大体 20% ぐらいで、残りは 75% はそういったなんだけど一般庶民層なんですよ。でこの中でも階層があって、やっぱり一番生活困窮者っていう人たちもいるわけだよね。でこれを要は最近はここでいいやって人がいるんだよね。要するに生活保護をもらって食っていくんだったらそっちの方がいいとか、もうくだらない本書くやついっぱいいるわけじゃん。だとこういうね、一般サラリーマンなんだけど別に給料いいかこのままでみたいな形になると、やっぱり信用創造できないのね。でそういう中でお金と信用のステップをですね、作るステップとしては信用の創造をしながら、ね、今度は不動産投資するなりして、資産を向上させて、まあ、最終的にはですね、今度は投資家に回るっていう、ね、ステップが非常に重要だなと思っていて、で僕はサラリーマン時代からずっと投資家なんですよ。お金貯まったら不動産投資してる、または友達が独立するっていうとそこに投資してあげる、ね、で配当もらう、やってたわけだよね。だから常にこういう癖をつけないとダメだということで、今日はね